ワンアウトフルベースです。まあ、まだ初回ですけども非常に重要な場面ですよね。そうですね。まあ、本人のね、自信の面が大きいと思うんですよね。今の、 伊藤のコメントでありましたけどもね、やっぱこれが結果を出していけばもういつもの金子、自信満々の金子のボールに戻ってくると思うんですけどね。そうですよね。さあ3球勝負、スイングアウト、試合の三振でツーアウト、3球勝負できました。勝負球は何か、よきめ、あ、チェンジアップか、うまく抜いてきました。ランナー満塁からシアーホルツ、エルドレッド、2者連続三振、満塁のチャンス、カープは生かすことができませんでした。1回の表、金子千尋ピンチを出しています。最後のボール、チェンジアップですね、うまく抜けましたね。やはりね、シアーホルツの3球目、空振り取った三振によって、金子自身ちょっと変わりましたよね。それまではちょっとこう不安そうに投げてましたけどね。